増加率2倍。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。7月26日月曜日。はい、東京の方がですね、今日は1429人、で、増加率がね、2倍、先週のね、月曜日と比べて2倍になってるということで、なかなかのね、増え方だなぁと。まあそんな中ね、下関はね、昨日もゼロだったしね、今日もゼロなんですけれども、山口県は7人で、千葉がね509人と過去最多で、福岡県が172人とね増加傾向にあって、まあこれずっとなんか100人をね超えてきてますので、福岡県が、とうとうね8月1日から、飲食店へのね営業時短営業時間の短縮要請をね再開する方針を固めたということで、県全域で午後9時までのね時短営業を求めると。期間は8月29日まで。今月28日に対策本部会議を開いて決定するということで、今月のね12日に解除ね、マンボウが解除されたばかりで、半月でねまた時短になるということで、まあまたね、あの福岡の方が時短営業になるとですね、まあ山口県下関の方もねお隣ですからね、またちょっと人流がね止まるかもしれないかなと。せっかくね、ここ数日見てたらですね、まあ先週ぐらいからかな、なんかちょっと下関のね人たちも、もう外にね出てきてるようなね感じがしますし、まあワクチンをね接種が終えた、まあ高齢者のね方々ももうだいぶね、もう気にせずに出てくるようにねなってましたので、これはまたねちょっとお隣がこれだとねまたちょっとストップするかなという感じですね。まあいずれ東京から、まあ、福岡で、福岡から、まあ、北九州の方行って、下関にね、広がってくるというね、まあいつもの流れなので、まあいずれまあ、下関の方にも上陸するかなという感じですかね。はい、はい、まあでもねそんな中ねもうオリンピックね、開催反対って言ってましたけれどもね、始まってみればねもうみんなやんややんやのねもう金メダルラッシュでねもう興奮のねるつぼと化しておりますね。うちのお客様もね結構オリンピック注目ねされる方が多いですしね、すごいですね。まあ地元開催ということもあって、結構マイナーなね、競技の方もちゃんとね放送があったりして、結構皆さんね寝不足になってたりするのかなとね思ってみたりしますけれども、どこでねどのチャンネルで何どの試合があるかっていうのはね、まあいまいちよくわかんないので、まあ今日はね山口県出身のね、大野選手が金メダルね見事獲得しておりましたので、7月ね30日にね我らが下関が世界に誇るねスーパーヒーロー原沢久義選手がね、30日に登場しますので、同じね山口県民の大野選手がね幸先よくね金メダル取られてましたので、ちょっとね30日ね楽しみだなと思って指折り数えてね待っておりますということで、あとね30日に向けてちょっとねお店をちょっといじろうかなと思っておりますのでね、まあできたらいいなと思うんですけどね、まあどうなるか、まあこうご期待という感じですかね。はい、はい、というわけでね、まあ金メダルラッシュはいいんですけれどもね、まあ4連休ねアフターねどうなったかと言いますと、今日はねお弁当の方が20個ね売れましたということで速攻でしたね。まあ先週のね4連休のもう地獄みたいなね全くお弁当需要がなかったね、4日間を耐え抜いてね、なんとか乗り切りましたけれども、まあその時のねもう嫌な流れがねもう頭に染みついてますので、まあちょっと相変わらずね弱気モードで、作ったんですけれどもね、あの4連休明け意外と需要があってですね、12時半前ぐらいにねもう売り切れておりました。はい、15分ぐらいだったかな。はい、
はい、ということでね、お昼がね、まあ久しぶりにまたね1万円超えましたよということでね、ありがとうございましたと。で夜がですねびっくりしたのがですね、家族連れのねご予約等ありまして2件、ありまして、意外とね4連休後のね、月曜日、さらに地元のね大野選手がね今日試合があるということで、あんまりね、人が流れてこないかなと思ってたらですね、意外とありましてびっくりしましたね。で終わってみたら、昼夜合わせてですけれども、プチ炸裂でね白星となりまして、休みをまたいで4連勝と、ね、なりました。でちょっとね、トリマン売り上げね移動平均線アベレージもちょっとね上げてきましたよということで、まあ、亀山ね花火大会が、まあ、例年であれば30日にね開催されてね盛り上がるんですけれども、賑わいもね、まあ賑わうんですけどもね、まあ、普段からとガラガラですけどね、もうトリマンの前もねもう人がごった返してね、まあお店とかもね敵屋さんとかも屋台とかもね出て、大変賑わうんですけれどもね、まあそのビッグイベントもねないということで、まあ平場にねどれだけ平日にどれだけねちょっとでもアベレージをね上げれるかっていうのが、まあ今年のね7月の後半戦のテーマだったので、まさかのね月曜日から、プチ炸裂がね、出るとは思ってませんでしたので、本当にねありがたかったですね。ちょっとねここでアベレージがね伸ばせたのは強いなという感じでございます。はい、ただねもう昼がねもうのぼせてしまうぐらいねもう暑い、疲れる、というわけでねちょっとね今日夜もね、バタバタしてましてね、まあ、仕込みが間に合わなかったのもありますけれどもね、バタバタしてたらねもうね頭の血管がね切れそうになりましたね、プチンってあーやばい、パニックだね、テンパってるというかもううーわーっていう感じでですね、昼のダメージを引きずりながらだともう完全にねバテてましたね。でまあね去年からのねもうテーマなんですけれども、昼夜がねちょっと戻ってくるとですね、昼をやってるとですね、夜の準備が、間に合わないっていうね問題が出てまいりまして、まあこの辺のね塩梅が非常にね難しいんで、まあ、昼はね昼で、今年はオールシーズンやるっていうね、覚悟のもと決意のもとなんとかね踏ん張ってやっておりますので、まあちょっとねまあ8月は微妙ではあるんですけれどもね、まあ過去動画でも言ってますけれども、まあ宣伝広告費のねまあ意味合いもありながらね、続けてね継続してトリマン弁当をやってるねというのをね地域の皆様にね見ていただくというのはねテーマに持って今やっておりますので、まあ売り上げはねまあそんなに上がらないのはねしょうがない季節なので、まあ、しょうがないかなという感じでね、まあ、別の意味合いも持たせながらねやっておりますという感じですね。ただ、まあ、夜がねバーッと来る場合ですね、通常であればですね、まあ、コロナ以前の、まあ、仕込み始め開始というかね、まあ、昼ぐらいに来てですねそこから仕入れ行ってですねもう、1時早ければ1時からまあ遅くてもね、遅くてもというかまあ大体2時ぐらい、からもうね仕込みしておりましたので、1時2時から仕込みをしてましたので、そう考えるとね、2時までね弁当売ってたらそこから仕入れ行って、仕込みしてたらねそれは間に合わないだろうというね、まあ、当たり前のね、タイムスケジュールなんですけれども、まあ、その辺をねどうしたもんかなというのは、まあ、去年はねもう7月で一旦やめるというね、まあ、決断をしたわけなんですけどもね、今年はまあ継続するとしたらですね相当効率よくねやらないと、夜はね間に合わない、せっかく需要があるのにねさばききれない、っていうことに、ね、なってしまったりすると思いますので、まあ、その辺がねちょっとどうしたもんかなとね、まあ、今日もね、バタバタバタとね本当にお待たせしてね申し訳なかったんですけれどもね、まあ、その辺をどうするかがね、まあ、テーマっつってもねもう、まあ、昼をね、まあ、こそ減らして、まあ、早めにさばいてでさっさと仕入れ行って、
仕込みに入るというのしかまあないんですけどね、だらだら売ってたら、夜が間に合わなくなっちゃうんで、もう夏場はね、夏場はというか、まあ、夜が忙しい時は昼の販売個数はね、多少減らしてもいいかなと、それぐらい割り切ってやらないと間に合わないかなとね、ちょっとねずっと弁当売りながらね今日考えておりましたという感じですね。で今年はね8月、お盆もねなんか、まあ、去年はね全然何もなかったんですけれども、なんか今年は普通4連休のね流れを見てますと、お盆もなんか意外と、流れがありそうな感じがするんで、まあ、従業員の人にね、従業員のスタッフさんに、8月休みどうされますかってね言われたんですけど、全く何も考えておらず、そもそもね休むという選択肢がなかったので、まあカレンダー通りね、日曜日休みで、お願いしますっていうのを言ったんですけどね、体力が持つかなとね、パーッと見てたら、7月の31日が土曜日なので1日がね日曜日かと、2日休みにして連休にしたいなとね、体と私のね本能が、訴えておりますけれどもね、どうしようかなという感じでございます。はい、まあでもねこの東京の、コロナのね感染者のね増加率2倍ですからね、もうあっちまにまた拡散するでしょうから、まあそのまたね暇になるまでの間に稼げるうちにね稼いでちょっと余力を作っとかないと、まだねあの地獄を見ますので、まあその休んでる場合でもないなとね思いながらも、体がねもうね今年42歳になるねルーキーおじいちゃんですからね、もう体がねしんどいと、もう結構限界来てますと毎回言っておりますけれどもね、もうねもう半泣きになりね、半泣き心でね半泣きしながらね、なんとか踏ん張りながらやっておりますけれどもね、いつまでねできるか分かりませんけれどもね、まあちょっと、稼げる間にね、売り上げを作っとかないとね、まああと泣きを見るんでね、もうどうせ泣くんやったらねもうちょっと、ちゃんとね売り上げを作れる時にね、しんどい思いをして泣こうと、暇な時にね売り上げがないというのでね泣いとってもしょうがないので、売り上げをね作って泣こうと思いますという感じでございます。はい、というわけでね、まあお隣のね福岡でまた時短営業ね8月1日から始まるみたいなので、またそれからちょっとねあの人数が200人超えとかになると今度はマンボウにまたね、切り替えて、で緊急事態宣言出るかもしれませんのでね、またどうなるかなという感じですね。まあどっちみちあのオリンピック終わった後はね、また全国にコロナが広く拡散しているような、まあそれこそ本当に第5波がね、と呼ばれるものが来てるでしょうから、まあそれに備えて準備をねちょっとしとかないといけないなと、思う次第でございます。はい、まあ、というわけでね今週も、よろしくお願いいたします。まあ7月ねファイナル、ウィークですので、まあなんとかねあのここで売り上げを作ってですね、コロナ以前のね2019年の、売り上げをね超えてい いきたいと思いますので、ご予約の方もお待ちしております。でらしさん2321619までお願いいたします。でチャンネル登録の方が242人となっておりますので、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。グッドボタンバッドボタンは誰がね、押してるか分かりませんのでお気軽に押してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。